僕のサラダの中でもかなり最高傑作の方です。いっちゃうまいから。どうもリュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回ですね、もういい感じになってきたので、ここでですね、サラダ、冬にね食べたいサラダ、名付けて無限水のサラダ。無限にね竹が飲めるっていうね、とにかくね栄養バランスがいい。栄養バランス取りたいって方いらっしゃいますよね。超ヘルシーサラダギュンギュン、今回やっていきたいと思うんですけども、やってきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料紹介なんですけども、まずね、水だ。水半袋ですね。今ね、寒いので、夏場はね、ちょっとね、量が減ったりするんですけども、今回の水菜ね、1袋 200g ぐらいあったんで、今回 100g ぐらいの水菜でございます。はい。カットわかめ。お得用のカットわかめ。今回水で5分つけて戻したやつ。5g の、乾燥した状態で 5g のものを戻してます。お豆腐。これね、絹豆腐がね、あ、サラダなんで絹豆腐おすすめです。150g。ニンニク。おろしニンニクも使いますね。ニンニク1かけ。半かけ分ぐらい使うかな。これでですね、お豆腐とわかめがたっぷり、あと水がたっぷり取れるサラダを作っていきたいな。ということで、本当にね、無限に1分でいいじゃん、無限レシピを紹介したいと思います。てててててアルチューマシーン、ビュー。このイチオシくんって言うんですけど、この、ね、ディスペンサーイチオシくんない方は買ってください。炭酸水適量、色がね美味しそうなね黄金色になったらね完成でございます。無限ハイボールの完成でございます。いただきます。本編いきます。まずね、水洗いましょう。下の方にね結構土がね噛んでるところあるんで、下の方重点的に洗ってください。キュッと絞って、これ下キュッと絞って、でね、水気はね、よーく絞ってくださいね。あの水気があると、味がボケちゃうんだよね。で、食べやすい大きさ。まあ僕はこれぐらいかな。3、4センチぐらい。はい。白だしです。白だしね、ヤマキの、白だし。これね、100ml あたり、塩分量 10g。さすが濃すぎるんですよ。なので、お水大さじ1。ちょっとね、和のテイストですね。だしで作る。これは小さじ1杯、はい、ごま油です。小さじ4だから大さじ1と小さじ1ですね。おろしにんにく、にんにく切ってなかったね。コロナ禍でみんなマスクつけてるじゃないですか。だから別ににんにくあんま気にしなくていいと思うんですよね。これはね、コロナ禍で皆さんね暗い感じになってると思うんですけども、僕はちょっとね明るい方に考えてた方がいいと思います。みんなマスクをするようになって、僕はにんにくの摂取全く気にしなくなりました。小さじ1なんですけども、まあ大体ね2つまみぐらいだとでいいと思います。で、ちょっとねこうすりながら入れる。3つまみぐらいかな。3つまみぐらい。もう香りでギュギュ飲んでください。味の素です。2杯。このドレッシングはね、あの別に今回の具じゃなくても何につけてもうまい。どの辺の草にかけてもうまいんで、本当に好みなんですけども、ちょっと酸味が欲しい方はお酢とかレモン汁とかちょっと小さじ1ぐらい入れていただいても、ちょっとねさっぱりします。わかめ戻したやつがあるじゃないですか。でこれはキュッと絞って、水気を飛ばしていきます。ちょっとキュッと絞って、これぐらい水が出てくるんですよ。これも捨てちゃってください。あんまり刻む必要はないと思うんですけども、大きかったらちょっとちぎってください。あとはもう盛るだけでございます。盛り付けに行きたいと思います。水菜ですね。こんもりとね、シャキシャキしててね、美味しいんですよ、これね。こんもりと盛ります。お豆腐なんですけども、まあ、ここはね、別に、火使う、工場使う必要ないんで、スプーンで、落ちぶりながら、乗せながら。お豆腐はね、ヘルティーだし、タンパク質も取れるし、いくらでも食っていいです。で、最後に、この水気を切った、わかめ。ドレッシング。これですよ。僕のサラダの中でもかなり最高傑作のものです。いっちゃうまいから。なんとも、野菜不足回収。無限水菜サラダ。完成でございます。はい、じゃあ、やっていきましたので、食べていただきたいと思います。食べます。わかめとお豆腐と水菜。ドレッシングたっぷりかかったところ、いただきますよ。いただきます。あー、居酒屋で出てくるサラダは全部これでにしてほしい。うん、基本ね水菜はね食感が強すぎてあんまり好きじゃないですけども、お豆腐とわかめが加わることによってすごくね一体感が生じて美味しい。
完璧なるおつまみサラダ。味変じゃないでしょ。お酢です。ドレッシングのくせに酸っぱい要素入ってないんですよ。ほんの少しお酢を垂らしてちょっと酸味つける。これがね、さっぱりしておいしい。うまっ。完璧ですわ。コクと旨味だけあるドレッシングも相当おいしいんですけども、やっぱり酸味があることね、相性抜群すぎる。豆腐ってプルプルじゃないですか。わかめってコリコリじゃないですか。水菜ってシャキシャキじゃないですか。3つの食感が合わさるとめちゃめちゃうまくなるんですよ。極めつけに酒が合う。明日なら皆さんはわかめと豆腐と水を買っていると思います。ぜひこちらめちゃめちゃ美味しいので試してみてください。みんなマスクをするようになって、僕はニンニクの摂取全く気にしなくなりました。あ、その前から気にしないけど僕ホテルマンやってても全然ニンニク食ってましたからね。アウトローホテルマンだったんで。でもクレーム一回もありませんでした。